のれんがかかるようになっていっぺんに街が柔らかくなったっておっしゃる方が風にあやなびくでしょ。そうするとなんかね、外から来た方はなんかのれんがようこそおいでくださいましたって言ってるように聞こえるとまで言っていただいて、なんだかもう本当にありがたいというか、私の家があの酒屋をしてたんですけど、248年目の古い家だったもんですから、あの裏で作品ののれんなどを作っていた私が、まあ、店にかけるのもいいんじゃないかと思って、それならこんなデザインがいいかなと思って草木染めで今のこの後ろののれんをかけたのがきっかけになったでしょうか。皆さん結構すんなりと、あ、うちも欲しいっていうことで、何の苦労もなく、なんか皆さんのご協力によって勝山に、ま、あののれんが広まったっていうところが事実ですかね。今もう16年目に入ります。すごく向こうの方からもあのこうご要望が出るようになり、それを私がデザイン化してまとめるっていう形ではとってもあのいい具合にこうコミュニケーションが行われて作品ができるようになったと思います。自分の声が入ってるっていうか、思いが入ってるのれんっていうのはとても大事にしてくださいます。のれんをかけたら似合うだろうなっていうお家を作ってくださる方もあったりして、ありがたい思いですね。こんなに街が変わるのかと皆さん以前を知ってらっしゃる方はとてもびっくりしておっしゃる方が多いです。元はあのとってもシャイであんまり自分を出すことのない方がのれんのことについて喋ってくれて、隣ののれんのことまで喋ってくれて、あそこに行ってみるといいっていうことなんかが言っていただけるのはありがたいことだと思っています。後世に残るっていうことはなかなか難しいことだと思うんですよね。でもみんなの思いがあのそっちにこう一つに少しずつですがつながっていくっていうことがあって、つながっていけばあの残っていくんじゃないかと思います。柔らかく考えて、また違う方、若い人たちがここに住むことによって違う形が勝山の中でまた見直されていったり、それによって楽しく生きていくということを若い人たちも、それから住む人たちもこうそれを見に来る観光客の方もそれがあればなんか続いていくんじゃないかなっていう街がね、その国の中に来れば本当にいろんなものがこう感受することができるっていうか、受け取ることのできる地域がいっぱいあるんですね。山あり川ありね、それから空の青さからゆったりしたこう自然からしてあの起きてきた言葉なのかなっていう言葉からこう捉えてはいました。来ていただいた方が必ずなんか心が和んでの、何かがあるから来るだけじゃなくて、こう心のこう波動っていうんですか、そういうものをとてもあの豊かに受けに来ていただけるような、目に見えるものだけではなく、そういうものを受け取りにぜひあの勝山にも、そして美作にも来てもらえたら、きっとそこでまた違うあの岡山が見ていただけるんじゃないかなというふうに思います。